皆さん見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。すごい、待って、なんか大丈夫やで、待ってね。台風大丈夫でしたか？そう、姉妹配信です。今日はヤッホーヤッホーヤッホー。そう、ショールームで伝説作りがちなんですよ、私。本当に本当にねねね、あ、姉妹配信って書いてある。3度寝した。3度寝しました3度寝っていうか、あれなんていうの、昼寝した昼寝は3度寝に入るのかなそう寝てたね。もうグーグーグー動画編集しながらこうやって寝てたルームズの動画編集しながらな。もうお姉ちゃんパッて見たら寝てるからそう、気づいたら寝ちゃうよねそう、ああもう本当に別腹、昼寝は別腹。昼寝わかねえってめっちゃうまいことなんですよ昼寝わかねえそう、あ、すごい、浴衣の服初めて見て可愛い。よくお気づきで、実はめちゃくちゃ最近新しく入ったお洋服でござりまして。新作いいねさすがだよ実は新の服です。お仕事お疲れ様。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 なんか明るすぎないか。あゆみちゃんカラオケ配信で北京を歌ってたが、わかったんの歌になってましたどういうこと、わかったんの歌ってあゆちゃん寝てたやつちゃん。あ、そういうこと、もうみんなに広まってるってこと。うん、なんで関西弁な、関西弁、関西出身です大阪府出身です。ワンちゃん、ワンちゃんびっくりマーク。大阪府出身、大阪府在住、生まれた時から19年大阪に住んでます、うん、いじられキャプテンとあゆみちゃんが言ってたよ。いじられキャプテンもな、ほんまにダメなんですよ。もうこんなのなので、もうちょっとしっかりします。本当に頑張ってくださいね。頑張ります。あ、コンサートの申し込みできた。よかった。よかった。よかったです。どっちか、どっちが姉か、どっちが妹かわからないくらい可愛い姉妹やって。嬉しい。ありがとうございます。初見さんいるかな、どっちが姉妹か。ね、当ててください、ぜひ。どっちが姉妹でしょう。左が姉、右が姉。どっちかな。どっちが姉でしょうか。でんてきでてて。当ててください、皆さんぜひぜひ。北川賢治ね、寝ててアイス置き忘れた若姉さんですか。どういうこと、アイス置き忘れた、アイス置き忘れたっけ若アイス、アイス、アイス置き忘れた、アイス置き、アイスは置き忘れてない気がするな。アイスとかあったっけ、アイス、何のアイス、なんで前髪面白いみんなわざと違う答え言ってるあれほんまに、みんなわざと違う答え言ってるな、嘘やん。ポンちゃんのルームズでも若田の北川賢治寝坊の話で笑ってたよ。もうみんな、みんなそうやってねえ、ほんと面白い。若をバカにする、あ怒った31、あ、31はあの忘れたんじゃなくて、なんていうの、みんなと食べるのを忘れてたのよ。みんなに渡すのを忘れて、それ忘れてたんか、忘れてたっていうか、うん、みんなに、ああ、ん、そうや、ちゃちゃちゃ、その話じゃないやん。え、31置き忘れ話は、え、ちょっと待って、これこの話はほんまにゆかに言ったっけ。私この前アミタンとレイポンと3人で配信した時、うん、あった、あ、うんうんうん、あったやん、あった、あの時に、うん、あの2人に差し入れしたいなと思って31を買いに行ったんよ、うん、そしたらあのお会計し終わって、うん、あのお会計して満足してそのまま帰って、あの商品置き忘れて、え、で、その怖い、その後にあのご飯買いに行こうってなってたから、うん、3人でご飯買いに行ったんよ、レイポンとアミタンと、うん、そしたら待ってみたいな、手にアイスがないってなって、ええ、と思って、うん、なんで、あい、え、ちょっと待って、一回待ってってなってあの戻ってきた道とか全部見てんけど、うん、なくて、でちょっと待てよと思って一回ちゃんと考えてん、そしたら、うん、
あ、レジから受け取ってないって気づいて嘘やろ、ほんまにそんなことある？で、あの、すごいね、電話したら、うん、あの置き忘れてますよみたいな言ってくださって、その3人分、うん、で、あの戻って取りに行ってっていう、うん、ほんまに焦ったし恥ずかしかったそれは恥ずかしいわ。そう、今めちゃくちゃ忘れてたその話。あらあら、そう、いつか MC で言おうと思ってて、うん、思い出した今。それはいけない。そう、ほんまにやばいよね。そう、こういうの結構しちゃうよね。若お姉ちゃん多いもんね、そういうちょっとね、ポンコツエピソードが多いから。店員さん、そう、追いかけてそう来られなくて。え、今日もね、あのライブの話してもいい？ライブの話、チケットの話。チケット、あ、いいよ。なんかあの私が、うん、あのお姉ちゃんの、うん、あの今から東中道3ツアーあるじゃないですか。東中道なんてっけ、海中、てか海中、ちょっと待って、明中道、明北道、絶対違う、東明助けて助けてください。ちょっと待って、東京、東名阪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 そう、東名阪のコンサートがあるじゃないですか、うんうん、で、まあ、見に行きたいなっていう話をしてて、うん、私がゆかたんがお姉ちゃんが出るのを見に行きたいなって思ったんですよ、うん、でお姉ちゃんに、え、ちょっと見に行きたいわって言ったんですよ。そしたらなんか、うん、あの、あ、じゃあお母さんとお父さんとあんたで3人で申し込みやって言われて、うん、みたいな、ちょっと待ってよみたいな、私入られへんやんって。そう、なんて、あのメンバーっていうこと忘れられてました。一瞬忘れてて、あ、3人で見に来たらいいやみたいな言って、あ、そうや、メンバーってこと忘れてた、ゆかメンバーやから普通の席で見れへんやんって言う。そう、だから、おー、ちょっと待ってと思っていや、いや、ちょっと待って、私こう見えてもメンバーやねみたいな。そうなのよ。そう、ちょっとやばいよねそう、こういうちょっと変なところがあるので、私はそれは寝ぼけてたからね、お姉ちゃんもその頃。いや、寝ぼけてたかな、もう起きたてやったよあの頃はね。だからちょっと面白い話でした。そうで、めちゃめちゃメンバーやしーって怒られたっていう、ゆかに怒りましたそう、あ、名古屋行くよやって、嬉しい。よかった、見に行きたい。ね、ね、見に来たらめちゃくちゃ入りたいけどね。うん、どうなる？行けるのかな？せやん、オールスタンディングにな、シータン30みたいな。ずっと飛び跳ねてますよと思って。え、でもなんかこういう話さ、うん、あの自分たちは普通にいつもの感じで終わってるけど、多分。掘り出したらめっちゃ出てくると思う。え、するな、こういう話。え、なんかほんまにこんなことが多すぎるあ、そうやしっかりしてそうでね。ほんまに、あの31の話はほんまにやばいよね。若もあれはもう末期やと思った、自分でもやばいと思ってついに来た、ついにやばい。まあしっかりしてください。そう、それで、うん、あの買い物行った時に、うん、その31を忘れてるって気づく前ね、気づく10分ぐらい前に、うん、スマホがないという話になって、うん、若のね、うん、で、うわ、スマホなくしたかもってなって、え、大丈夫ってアミタンとレイポンも一緒に探してくれて、うん、でなんかあの何、そのお菓子とか、うんうんうん、見に行った時に忘れてたんかなと思って、うん、ちょっといろいろ思い返してて、うん、探しに行こうと思ってパッてカゴの中見たら、カゴの中にスマホが入ってたということもありましたね。で、まあその後31を忘れたことに気づき、うん、もうちょっとあの落ち着いてください。え、もうその日ほんまにやばかったもう若なんかお母さんとか言ってるけど、むしろみんなにお母さんされてるかもしれない、ね、まあそれは間違いないねそう、うん、そうやん、ほんまに怖いって言われてるよ。そうなんや、ほんまに。あ、ごめん。そう、まあ気をつけて。気をつけます、うん、天然エピソード面白いやって。そうたまにこういうぶっ飛んだことしちゃうねんな、ほんまに。え、な、してるな、よく。え、なんか他になんかあったっけ。
そうなんかさ、メガネあの上につけててメガネないっていうのと同じ感じのことをしちゃう。そうだね、ありがちだね。そう、え、なんか今日もなんかでも最近お姉ちゃん寝言が多くて、なんか話しかけても会話が噛み合わないんですよ、寝てる時なんか起きてみたいなやっても、え、ちょっと今なんかちょっと待ってじゃないけど、なんかなんてっけ、今日なんか言っててん、なんか申し込みするからみたいな、なんだどういうことみたいな、そう、そんなことがよく起きますね朝は。そうなんですよ、妹がしっかりしてるタイプがとかでやっそうです、妹がしっかりしてます。いやそんなこともないそんなこともないよ。でもさ、自分もそんなことないと思う自分で言うけど、なんかね、オフになっちゃったら急になんか抜けるっていうか、え、なんかスイッチ切れちゃう。うん、そう、自分もしてこんな感じやんな。そう、え、でもまだ自分の方がそういうぶっ飛びエピソードは少ないかもしれん携帯はちゃんとロックかかるようにしてますよ、ほんまに。もう誰でもできないような複雑な番号に。なんかでも、え、なんか自分は、うん、え、なんやろな、最近でもないんですけど、うん、そういうちょっとぶっ飛んだエピソードやったら、うん、知らん人のカートに乗ったこと。え、どういうこと、どういうこと、なんか知らん人どういうこと、カートに乗ったことなんか知らん人がカートをしてて、うん、なんか私あのゼリーのね、うん、あのフンが好きなんですよ。クーもう言うてるやん、丸々みたいな、もうそれ言うてるやん、もうあれが好きで、うん、それがあのカートの中にあったんですよ、うんうんうん、でまあこんな感じ押すじゃないですか、うん、でまあちっちゃかったので、うん、ちょっとあのその人のところにピョンってなってクーなんかお母さんクー買ったんやみたいな言ったら、うん、パッてこう見たらめっちゃ困られた顔してで、よく見たら全然知らん方やって、うん、めっちゃ気まずかったです。それは気まずすぎるな、もうびっくりするやん、だってもう確かに違う人急に違う子供が乗ってきたら、うん、え、もうそれあれやろ、ちっちゃい時の話やろ、最近じゃないの、最近じゃないです、ほんまに3歳とか4歳とか、よかった、うん、3歳でまだそうだから、え、でもそれ以来は全然去年の話ですよね、去年じゃないですよ二人してやばいな、二人してやばい、え、なんかね、本当にもう急になんか今ここ最近順調って思ったら、うん、こう商品を忘れるとかいうことをしちゃうから、うん、やばいよな、ほんまに、うん、ちょっと面白いねそうやった、そんなこともあったよ、あったねチェンジスの部下よかった、やっほーやっほーやっほー、みんな最近の話やと思われてる最近の話、いや安心して最近は、うん、大丈夫と信じたい、うん、お姉ちゃんなんかないの最近やばかった話、うん、でもその31置き忘れ事件がいっちゃんやばかったかも。ああ、そうやな、31ちゃんとその後あのもう一回行ってちゃんと商品ゲットできてよかったです、よかったです、無事アイスゲットできました、おめでとうございます先生にママって言ったことはない、ある、ああるわ、先生にママって言ったことはある、めっちゃあります、めちゃくちゃあります。姉妹喧嘩することありますかって、姉妹喧嘩あんまないですね、姉妹喧嘩なんか喧嘩までいかんよな、うん、なんか言い合いして、あ、だからさ、それこそこの前のあの地下パ祭の時にあの急にそのステージの変更が変わるってなって、うん、あのピッチ、そのなんか縦何メートルかける何メートルが変わっちゃって、うん、で急遽あきら先生があのポジションをね変更してくれるっていうことになって、うん、でなんかゆかがその時 3.5 とか言ってんな、うん、でなんか 3.5 やん 3.5 やんなって言って、いや3やろ、いや 3.5 やしみたいな話をちょっと2人で言い合いしてて、うん、したな、でなんかいつものことやからな、家とかでもそういうやり取りめっちゃするから、あのみんなの前でも普通のそのなんか言い合いみたいなテンションで言っちゃったら、うん、あの全員からほぼ口揃えて、もう今はもう喧嘩はやめてみ
みたいな言われましたでも全然喧嘩のつもりがないからさ喧嘩じゃないよってね。そうでも多分ねほんまに面白かったよな。みんなが一気になんか心が一つになった瞬間そう若田優香以外のみんなが全員が心が一つになってしまった。喧嘩はやめてわーってなみんな、うん、そう言ってくれたありましたね。怒ったら怖いのはどっちやって怒ったら怖いの若じゃないお姉ちゃん、うん、え自分じゃない怒っても怖くないほんまに怒っても全然怖くない怖くない、うん、ほんまに、うん、怖くないと思いますよね。怒っても怖くなさそうランキング第1位でしょ怖くないよ。怖いよ多分目で静かにしなさいでも寝起きが一番あるよな。怖いな凶暴やな、うん、多分もう恐竜ぐらい凶暴な自信あるわ恐竜肉食恐竜ぐらいほんまにどうしたのあくびゆかたんって怒ったりするあんまりしないですね。なんか怒るきっかけがないかも逆に。なんかでもさ、うん、もうなんか違うって言ってるやんそれ怒るあ怒ってるわ。なんかお姉ちゃんお姉ちゃんがなんかなたまになんか普通にそれこそ姉妹やから、うん、なんかお互いいやここ3番やろいや 2.5 やってとか言って3番やってそんな感じは怒ります。そうなんかな怒るの基準によるかも。なんか怒るほんまになんかガチ怒りみたいなのないです。なんかほんまに、うん、あーなんないよーみたいなのないです一日くじきがんかったこととかないよな。ない。それはあれやん、なんかないなほんまにないな、うん、で口きかんかった大喧嘩としても1時間ぐらい1時間2時間あんま口利かんってことがない気がする。なんかお互い言って終わりみたいな、うん、感じあったとしても口から火を吐きそうだね。わあ。で3と 3.5 どっちが正しかったの？どっちやったっけ？いや多分私やな。地位が正しかったっけ？知らない。なんかもうその時はもうプチパニックでもうプチパニック全然記憶がせん。ないよね、あのリハ前、リハ前、リハ前じゃない本番前の、うんうん、激焦りだったね、なかなかな、うん、あ、そうそう、前さあのお姉ちゃんのお姉ちゃんにさ、うん、あのなんていうっけ、あ、昔なんか昔姉妹でしたごっこ遊びみたいなメイクごっこしたの覚えてる？メイクごっこ？あ、覚えてないか。まつげさ、お互いなんかあ、こうやって、ね、やってた、やってた、覚えてるわ、覚えてる、覚えてる、皆さん覚えてました。うん、そう、それお姉ちゃんにほんまか聞いてって言われたから以上です。え、ほんま、あ、ほんまやった、ほんまやった。あとなんかあの眉毛をなんかこうやってやるのがめっちゃなんか好きで、そうそうそう、ちょっとなんかこれこうやってやってってってなんか自分はまつげビューラーしてとか言って、こうやってでこうやって遊びしてたな。してたね。よかった、自分だけの記憶じゃなかった安心マナミンが冷静に3やでって教えてくれそう。いや、それはそうかも。確かにそういう時にいつも冷静に教えてくれんのマナミンとかやな。マナミンやね。確かにホノピーとか冷静に教えてくれるそうそう、小さい頃の記憶曖昧、ほんまに曖昧、曖昧やな。なんかなんか残ってそうで残ってないよね。うん、なんか言われたらあ、こんなあったなみたいな思い出すよなすごいね、パチ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 。そうそうそう、こんばんは、こんばんは、こんばんは。手が気になるそうですね。手は大きいですよたりでショールームのカラオケしてほしい。ねね、したいね、したいね。今あれやな、2人でイヤホン前みたいにやったらできるか。前のラップタイムの時みたいに、ね、アカペラはさすがに嫌。
アカペラ事故になりそう。そっか。じゃあ。チータンがね、熱唱してたね。ありの。そうそうそう。ママの。歌ってたね。ツイッターでね。あ、ツイッターじゃない。バツでね。バツ？バツ？今変わったやん。X じゃない。あれ X なの？バツって言ってる人初めて見たけど。X やろ。バツじゃないんですか？皆さんなんて言ってますか？X、 X 笑ってなってるよ。うん、X やで、X。え、あ、そういうこと？ X って呼んでるってことみんな。待って。え、バツじゃ、バツじゃないってさ。X だよ。嘘よ。バツの人嫌や。嘘でしょ？バツじゃないの？バツだ、バツ初めて聞いた。嘘やん。ほんまに？いやあかん、また。でもわかも、ん？なんかまた伝説、伝説が生まれた。あかん、もう私ほんまにショールームでほんまに1回ぐらい伝説残しちゃうんですよ。もうほんまに嫌や。でもわかも未だにツイッターって言っちゃうな。罰え、なんかでも罰みんなさん、ゆかたんが罰になってるから罰って言うかな。ダメですよ、甘やかしちゃ。ピロダメですよ。フォローしました、ありがとう。みなさん優しい。今日からバツってやめますねとか言ってくださって。ダメですよ、皆さん、皆さん X ですよ。優しい。そうそうね、なんか旧ツイッターって書いてるのか。あ、旧ツイッター、旧ツイッターかっこ X か。そうやん。そう、あやみの配信見まして、私一緒に見てた。めっちゃ可愛かった、可愛かった。ツイセーラー服着て、間違えた、ツインテールのこと今ツイッターです。ツイッターが似合ってた。引っ張られすぎ。ツインテール似合っててね、セーラー服で、めっちゃ可愛かった。癒されたわ、ほんまにね。おうち世代交代前夜公演やったな。そうやんな。あれ、履くの履かないの、履くの履かないの、おパンチュ。何何何それ、何それ、何それ、ちょっと待って、何それ。おパンチュウサギ知らないですか皆さん。え、おパンチュウサギの合言葉。うん、あれだよ、アミタンがめっちゃマネ上手くてマジで可愛いんだ。え、おパンチュウ、うん、おパンチュウ、パパ、おパンチュウ、チュウ、おパンチウサギ履くの履かないの履くの。待って、何それ、初めて聞いたんやけど。可愛いよ、何それ。アミナ知ってるやつ。そう、アミタンが好きなやつ。そう。みんなごめんなさい、急に友達とか。申し訳ないです。急に履くの履かないのって言うからさ、え、何それ、コメントが。そうそう、ゆかたん意思疎通してます。そう、え、なんかゆかたんとあやみが同い年に見えるやって。いや、なんならあやみの方が大人っぽく見えへん。いや、確かにそれは自分でもそう思う。え、てかあやみもなんなら言ってた。あやみに言われてるやん。ゆかたんの方がなんか年下に、違うな、同い年に見えるやったっけ、なんかそんな感じやった。そうそう、高一には見えないよ。だってさ、同い年のさ、何、先輩とかさ、同期とか見るとさ、優香がめっちゃ幼く見える。あー、そう、ほんまに。で、ゆきのさんとかさ、ジオンさんとか、え、ほんまに、みさきさんとかめちゃくちゃ大人っぽいやん、うん、ほんまにすごいよね。もう同い年に見えないよ。ユニバーサルに行ってるの見ました。こいつさん、ね、めっちゃ可愛かったよね。めちゃくちゃもう美しかったです、画面が、ほんまに。そう、なんか姉妹エピソードあるかな。姉妹エピソード、最近お姉ちゃんの会ったこととか。うん、食いそう。大丈夫、止まらへん。何やろ、何やろ、お姉ちゃん、何やろ、姉妹エピソード。お姉ちゃんとの会ったことは、なんかでも毎日おりすぎるとさ、なんかなくなってくるの、逆に。そうなんよ、なんか二人の話はめちゃくちゃあるんやけど、その何を、なんていうのな、
これって言われると思いつかんよな、ね、なんか質問ください、なんかこういう時何してますかみたいな、お願いします。だったらあくびつられるごめんねごめんなさいお姉ちゃんお眠の時間って、ね、9時半、9時半よちよち10時超えてくるともう目ガンガンなってくるどういうこと深夜タイムに入るけど、この時間が確かに結構いつも眠たいかも。まだ眠たいんかって言われてる3度寝したのにもうちょい嫌だね、今日めっちゃ寝たのにね。2人で劇場行ってた頃の話を聞かれて、なるほど、なんかでも私が、うん、あそうなんです、これこそ前実は、うんうんうん、DMM で2人で初めて2回目行った2番目のドア公演の行った日にちの DMM がちょうどあって、うんうんうん、それを見てめちゃくちゃ嬉しくなりました。なんかそう、なんかその時でもお姉ちゃんに連れて行ってもらってたから、うん、なんかでもその時に見た景色でさ、自分がまだちっちゃかったやん、そんな建物とか、うんうんうん、だから今行ったらどんな感じに見えるのかめっちゃ気になります。確かに、ね、座布団な、そうやん、引いて見てたのが最後やもんな。そう、ほんまにちっちゃくて座高が、あのこんなんやったから、そう座布団借りて。お姉ちゃんでも結構もう最近まで行ってたよね。うん、そうなんですよ、ね、本当にセレクションやってた時も行ってましたね、うん、ね、そうやん。ちょうどね、そうチケットをたまたま見てて、そしたらお姉ちゃんがほんまに最近まで行ってる、すごいと思って、めちゃくちゃ見れそう。ソーリー持ってきます。すいません。誰推しやったん？私は出口優奈さん推しでした。ちはゆかたんですか？ゆかたんは山本美香奈さんです。美香奈さん、そうでも和歌はほんまにもう皆さん好きです。ほんまに、ほんまにな、ずっともうファンの時から NMP はもう DD っていうぐらい、もうほんまに皆さんめっちゃ好きです。ほんまに、ほんまにわかります。なんか入ってから皆さんと話す時間が増えて、余計もうなんか全員好きになりました。なんやろ、なんかパフォーマンスとかもなんかなんやろな、一人一人さ、うん、こう近くで見れるやん、うん、もう全員好きになっちゃいます。あれわかる、もうだってファンさんもらったらもう落ちちゃうもんな、なんかしかもそうだからDD じゃん、わらわらデヘピロ二人で姉妹で行ってましたよ。はい、夢逃げも二人で行ったよな。行った、めっちゃ覚えてる。夢は逃げない公演も、ほんまにあの私僕以外の誰かがめちゃくちゃ好きなんですよ、始まりのね。ふさわしい、あの初めのさ、これめっちゃ練習してた2人で、家帰ってきて余韻で、あのこのあの何イントロのな、起き上がるところあれを2人でできるか選手権みたいなのをやってました、うんうんうん、ずっとな、懐かしい。そう、あじゃあそろそろあれやな、そうだね。そう、じゃあそろそろ終わりますか？ 終わりますか？ではでは、ランキング読みをしていきたいと、ギフトを読みたいと思います。あ、私もギフトを読んでいきたいと思います。消えてたらごめんなさい。ともともさん、ハートありがとう。こうぞうさん、だるまさんありがとう。ハートもありがとう。さかぐっちゃん、だるまありがとう。こうぞうさん、だるまさんありがとう。りょうちゃん、ハートありがとう。よしよしよしさん、だるまさん、ハートさん、ペンライトありがとう。けんちゃん、ハートありがとう。ようちゃん、おっぱいありがとう。のののちゃん、ハートありがとう。結婚してありがとう。たまとまさん、ハートたくさんありがとう。たむきょんさん、ハビスカスいっぱいありがとう。じゅんいち、ハートありがとう。ようちゃん、おっぱいありがとう。たっきーさん、しんじゅう、ありがとう。めっちゃ綺麗だね。レインボースター、ありがとう。ちとまささん、レインボースターじゃない。ハートめっちゃありがとう。ペンライトありがとう。けんちゃん、かわいい、ありがとう。ようちゃん、ハートありがとう。ヒロニコニコマークさん、ダルマさんありがとう。トモトモさん、ナナノちゃん、レインボースターありがとう。カベさん、尊いありがとう。あとは富士山、信じありがとう。かわいい。
トマトムさん真珠ありがとう、ね、ありがとうございました。さんハイビスカスありがとう、ルームズの動画も載せたので、皆さんよかったら見てください。違う違う、たくさんペンライトありがとう。じゃあランキング見たいと思います。たきさん、しんじさん、やすかちゃん、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。12位こちゃんさん、ありがとうございます。ではでは、ありがとうございます。で11位ようちゃん、ありがとうございます。まかし。そして10位ハートさん、ありがとうございます。ランキング見たいと思います。そして9位瀬戸氏さん、ありがとうございます。すいません。そして8位ちゅちゅさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして7位徳島和さん、ありがとうございます。12位よしよしよしさん、ありがとうございます。よし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 。第6位タミキョンさん、ありがとうございます。11位キドアイラクさん、ありがとうございます。そして第5位11位、ありがとうございます。10位工場さん、ありがとうございます。そして第4位チキンナンバさん、ありがとうございます。9位まさしさん、ありがとうございます。ケンちゃん、ありがとうございます。そして第2位のんのさん、ありがとうございます。ありがとうございます。そして第1位はつよさん、ありがとうございます。あずまいしんさん、ありがとうございます。6位やすさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。5位ふじさん、ありがとうございます。ありがとう。皆さん、4位はーさん、見に来てくださってありがとうございました。ありがとう。3位ようちゃん、ありがとうございます。ちょっと短い時間だったんですけど、ありがとう。2位トモトモさん、ありがとうございます。ありがとう。そして1位はドゥルルルルルバン、トッキーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあうんくじゃあ今度は2人でカラオケ配信しよう。そうやな、あのさ、わがままな流れ星歌いたいよね。わがままな流れ星もたいぶってる間にスクショタイム入る？あ、じゃあまずこちらのカメラから、はい、こっちの色全然ないね。ね、なんでや。じゃあ次こっちちょっと、はい、二人ともさ、はい、こうやってやって、はい、どっちか、はい、はい、あ、はい、はい、あ、はい、ありがとうございます。それ撮れてたかな。あ、ごめんね、もう一回。ありがとうございます。ありがとうございます。ではでは、今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん、明日はね、あ、明後日は私公演です。お姉ちゃんもやな。はい、久しぶりで姉妹で出ます。今日は中止になってしまったので、皆さん明後日楽しみに、私も楽しみにしてます、はい、私も楽しみにしてます。また会いましょう。また会いましょう。そして24日ミサラの生誕祭で、よかあ、ごめんなさい。そして24日はミサラの生誕祭で出させていただきます。ミソニャ、はい、ミソニャお祝いしましょう。そして27日は、世代交代前夜公演が昼夜でありますね。お姉ちゃんとレイポンがね、そうやな、でね、そう、出れないんで、出れないんですけど、はい、ゆかたん頑張ります。ゆかたん出ます、出ます。ぜひ会いたいので来てください。ではではでは、今日もありがとうございました。ではではではバイバーイ、バイバーイ、ありがとうございました。楽しかったです。皆さんまたお話ししましょう。また会いましょう。バイバーイ、バイバーイ。17日の公演楽しみにしてます。ルームズする、どうしよう、ルームズしようかな。今からしたら来てくれますか。うん、どうしよう。10、今何時。でも急だけど大丈夫ですか。ちょっとダメみたいなので今日はやめときます。ごめんなさい。じゃあ皆さんまたしますね。ありがとうございました。じゃあね、またね、ありがとうございました。またね、おやすみなさい。